年金アドバイザーワンポイントレッスン担当はレクセン2講師シャロ氏の大野ですよろしくお願いいたします今回のワンポイントレッスンのテーマは年金アドバイザー試験に向いているのはあなただそこのあなたですどういう方に年金アドバイザー試験向いてるのかっていうのをアドバイスしたいなと いうふうふに思っておりますで、えー、レックの方で、えー、年金アドバイザーの講座の方を僕自身あの担当、えー、するんですけども、えー、2級講座と3級講座の方の設定をしておりましてで、えー、4級っていうのもあるんですけどあの講座自体は、えー、設定してるのは2級と3級でね。でえー、3級が レベル的に言うと標準的なレベルで,で2級のレベルが突き抜けてるんですね、えー、相当難しいオール記述の試験なんで相当難しいで3級は5択、えー、の試験なんで割とやりやすい、えー、間口の広い試験というかね、えー、どなたでもこう始めていただける内容とそのように思ってます。 で時々あの1級ないんですかと聞かれるんですけど現状まああの主催者が1級の試験というのはあの設定してませんから2級が一番最難関でその次は3級という位置づけということです。まあ、あの銀行さんの、ね、教会が設定している検定試験になりまして 3級の試験なんかはそんなにこう意地悪してくる試験ではないんで全くこうゼロベースで始める方でも始めていただける試験ではないかなと、まあ、講座を受けていただければね普通に合格もしていただけるんじゃないかなとそんな感じで思っています。で3級試験に関しては30問基本の問題が出て後ろの20問が事例問題。 事例問題が結構手を焼きますので講座を受けていただく場合はですね事例問題の対応を特に期待していただきたい部分かなとそんな感じで思っています。まあ、全部で50問出て6割でで合格という試験ではあります、ね、で一番まあ産休試験に向いてる方っていうのは声を大にして言いたいと思っているんですけども。 社老士の勉強をやってる人社老士の受験生の方絶対受けていただきたいですねほんとに、まあ、絶対とかねえほんまかって何か言われてしまいそうなんですけど社老士やってる方もねこの部位見てもらってたりするかもしれないけどもいやもうしんどいねんしんどいです社老士の勉強でいっぱいいっぱいです勘弁してくださいとかね まあ、言われることあるんです。ですけど、どっちみち年金の勉強をガリガリやらないといけないわけですよ。社労士試験の、卓え、一の問題が七十問あって。で、そのうちの二十問が年金なんです。国民年金十問、厚生年金に十問、全部で二十問です。で、そこの出来不出来が合否に直結するわけですよ。社労士試験で。 で社試験で確実に合格をものにしようと思われる方は年金得意にするしかないんですよ試験の、えー、配点上ね。ただ年金でシャロシ試験で20問択一である中でですよ、えー、9割取れたとしましょう18点。ほしたら残りの50問だいたい計算上6割ぐらいの 得点で合格ラインにたどり着ける計算になるんです。ですから年金を得意にすると相当他の科目は楽になりますから、まあ年金得意になっていただくためにも社労士の受験生の方にはぜひやっていただきたいと思ってます。でさらに言えば最近の社労士試験の傾向なんですけど年金の科目って、えー、事例問題すごく多いんですね。 事例,系の事例系の問題がすごく多いんで,でそこを克服しないと、えー、いい点数取れないと思うんですね。で事例の対策を効率よくあのやっていただこうと思うとまあ年アドの勉強をしていただくのが一番最適じゃないかなと思っておりましてそれでシャロシやってる人には特に特におすすめしている感じですねで。事例問題への対応が えこう苦手意識がなくなると思いますね。あの年金の勉強したらね、えー、講義の中で図いっぱい画面に出して解き方をじっくりやりますのでね。まあぜひあの年金得意になっていただくために、社労士やってる人には年金アドバイザー三級をやってほしいなというのがまあ率直なところです。これはまあ三級の話ね。でもう一つあの講座の設定で二級の 講座の方もやるんですけども2級試験どんな試験かっていうのをこうお話ししてどういう方向いてるのかっていうのを申し上げたいと思うんですけども2級試験は相当難しいんですよ問題は10問だけたった10問なんですけど全部記述なんですね各試験なんですですよですよから計算過程から金額から何から何まで 全部書かないといけないいいとけ1個の事例問題があって、えー、その中に証文がいくくつも分かれてくるとだ例えば、えー、老齢基礎年金の、えー、系統の問題なんかだと、えー、受給資格の期間を具体的に数えさせてね期間を、えー、何ヶ月何ヶ月何ヶ月っていうのを全部数えさせてで証文の2つ目見たらその期間を使って年金額の計算を する形式になっていてさらに続きを見たらまあその金額を使ってじゃ、えー、繰り上げたり繰り下げたらどうなるのか関連する問題が続きに出てきたりこういう感じなんですよねですから、えー、出だしで数え違いとかをやるとドミノ式に間違っていくとそういうしんどさはあるんですねとにかく全部書かないといけないから書く練習をたくさんやらないと なな、まあ、なかなか、えー、受か受らいいとそううのが2級試験ですよねだから2級試験を目指していただく方っていうのは相当の実力は持ち合わせていてほしいという思いもありまして、えー、向いてる方というのは、えー、社ャロ試験合格者、えー、もしくは、えー、社ャロ試験合格レベルの方、まあ。なんでこんな言い方をするのかというと。 えー、シャロシ試験がねこうやっぱ相当難しい試験ですから、えー、こう簡単には通らないと。で結構な実力があっても、えー、合格基準点の設定が、えー、結構、えー、厳しいもんがあったりする時があるから微妙なとこで、えー、もうほんの一点,一点差で試験落ちちゃうというケースも、まあ、シャロシ試験は まあ普通に起こる試験なんですよね。あとあの一個が入ってたらみたいなことが起きちゃう試験です。ですから相当力はあるんだけど、えー、まあその辺の巡りの問題もあって力はあるんだけど合格,合格に至っていないと。年金の科目やってもそこそこね点数も取れてるんだけど、えー、今回社労試験通らなかったと。 でそういうレベルであればね、相当力のある方であれば、年金の基礎学力はしっかりついてる方であれば、2、えー、級試験やっていただくこともあり、えー、なのかなと思ってます。で、ただ、えー、これはよく聞いてどうしいんだけども、無理はしないでください。社労士やってる人は、社労士やってる人は社労士試験最優先で、えー、勉強されてると思います。 で学習時間がもうろ66くろくなかなか取れないとか、えー、お忙しい中で、えー、年金アドバイザーの2級目指していただいて、えー、全てにおいてストレスになってしまうと非常に申し訳ないと思いますので無理はなされないでくださいね。でただあの2級試験が相当難度が高い試験ですから、えー、合格していただくとやっぱり大きな自信を手にすることができるでモチベーションががすごく上がる。 まあその辺のこう気持ちの面ですごくこうやってみたいという思いが強ければねえまあ無理はしてはいけないと思うんですけどまああのモチベーションアップのためにぜひともやってみたいという思いがあればまあ全てその辺はご理解の上でねえやっていただけるならえありじゃないかなというふうに思ってます。最近はこう ネアドの2級通ってから社ロシ試験通る人とかも中にはいらっしゃったりするんで2級通ると相当な実力なんでえまあ年金はね本当もうどっからでもかかってこいみたいな感じのえ実力者になってますからまあより社ロシ試験にも通るという面もありましてねえそういったパターンも増えてきてるとは思いますけど何分 無理ははししないでしいでほこれはもう僕の偽らざる気持ちですね僕はあの年金アドバイザーの講座やりますけども長年社老師受験の講座にも携わってますから社老師試験の受験生の方のしんどさつらさもよく分かっているつもりなんですね。ですのでまあ本丸の社老師試験ここがもう本当に一番の悲願というか。 一番の目標にされてるとすればね、まあ、そこのじゃ邪魔はしちゃいけないなって思いはすごくありましてねで3級の試験に関しては全くこう、えー、邪魔はしないというかねこう5択の試験でネアド試験も5択だしシャロシ試験も5択だし試験の形式にこう違いがないからストレスがあんまりないんですね。でネアドの2級に関しては、えー、オール記述なんで 年金アドバイザーがでしょですから試験の形式の違いがあるから、まあ、そ,そこのちょっとあのリスクは考えちゃうんで、えー、時間がまあそれなりにあってストレスかからない状況であればいいんですけどストレスかかりまくりみたいな状況だと、えー、申し訳ない気持ちがあって、えー、2級に関してはまあそこのえご理解は していただいて、いやモチベーションを上げるためにそれでも頑張りますという方はやってほしいなというそういう思いですね。まあ実際ねこうシャロシ受かってから二級やる方が多いのは実情なんでねいやそんな感じです。であとはあの三級試験合格されててで相当実力のある方であれば二級にチャレンジという流れになると思いますね。 社老師目指してる方で,で相当実力のある方で3級がまだあのされてないんだったら3級をとりあえずこうやっていただいてで高い点数を目指すというやり方は一番無難だと思いますね。社老師やってる人で力がある人でも3級まだやってない人はね。で社老師目指してる方で相当な実力者の方で。 3級,は3級も受かっててあとは2級しかないとでそういった場合であとはまあ僕は先ほどから言ってるこう注意点はねえ頭に入れて頂い,いてえでもより高みを目指したいえもう年金より完璧にしたいんやえ出題の形式の違いは分かってるけどえこうよりレベルの高い試験で自信をつけたいんやモチベーションを上げたいんや。 まあそういう気持ちがあれば僕はあの、えー、やってほしいなって思いすごくあるんでね、まあ、その辺はよくご検討の上ご判断いただきたいなとそういう思いですね。まあ、あとそうですね、あのー、もう一回ちょっと念押しでお話ししますけど産休試験は社労士やる方に特におすすめしてるんですけど全くこうゼロベースで何、えー、となく関心持って何、えー、となくやってみたいな っていう方もえー、一本当に基礎の基礎から抗議しますんで、えー、全くゼロベースで、えー、なんとなく関心があって、なんとなくの感じでもきっかけはきっかけだと思うんで思うんですよね。こういう部位を見ていただいて、あなんか短い時間で短期間で集中してパッと手に入れる。入れたい入れたいなと。四角手に入るなとでなんか年金面白そうやな。やってみたいな。関心あるぞ。それでもきっかけなんで。 入ってきてきほしいいなと思います3級はすごく間口の広い試験なんで3級で、えー、経験していただいてでその後まあ二2級に進まれたり社労士の受験進まれたり、まあ、そういう道もあるんでね、まあ、なんとなくっていうのも全然、えー、分かりやすい講義するんでね入ってきてくださいという感じですね。 それでは今回のまああのワンポイントレッスンはねこれで終了したいと思います。まあまた講座で皆さんとお会いできることをね楽しみにしております。